1960年頃、橋川文造は、日本の政治学研究者、政治思想史研究者、評論家、明治大学政治経済学部教授を務めた。名は文、文蔵、文造、双方の読みがある。長崎県上屋田郡峰村の生まれ、その地は、広島県。橋川家は、代々津島の海産物や、木炭などを広島まで運ぶ商いをしていた。 文山三歳の時、父親の故郷、広島県秋群、日本村に、一家で帰郷。秋群海田町などで育つ。青崎人情賞、広島講子附属中学を経て、上京、第一高等学校門科を鶴井に入学。文芸部に所属。1942年卒業。同年、東京帝国大学法学部入学。 在学中勤労動員で1945年6月から、京里の広島食料事務所に長期出張。原爆投下の3日前に、農林省の採用試験のため上京、被爆を逃れた。同年9月に、東京帝大を卒業。後に、丸山正夫のゼミで、近代日本政治思想史の方法を学んだが、その分析の角度も思想も全く異なる。成功法とは異なった。 野戦工場を信条としていた潮流社の雑誌潮流編集者の地公分動勤務日本共産党は1950年1月に党員が10万5000人とピークを迎えたが橋川は1949年1月の総選挙で共産党が躍進した前後に共産党に入党したことになる 編集部員としてまともに働くには、党員とならずにはおられない空気が生じていたと述べている。しかし、1950年に公文堂編集部に転職、共産党と疎遠となり、1951年結核を、罹患、やがて党籍が自然消滅した。明治大学講師、助教授を経て、1970年より教授。この間、 1959年は脱未会常任理事。1962年には竹内義美らの中国の会にも参加。安田四十郎ら日本ロマン派は第二次世界大戦中に青年の心を捉えたが、戦後は目殺されていた。橋川は1960年に日本ロマン派批判除説を刊行し、その意味を問い直した。また戦後しばらく、 天皇制ファシズム批判と共に断罪されていた右翼や、農本主義者らの思想の検証、再評価を行った。作家、三島幸夫は、橋川の文体、方法に着目し、精神史としての伝記の執筆を依頼した。だがほどなく三等の評論、文化防衛論をきっかけに、二人は論争を行っている。年、横浜市の自宅で、農により、 旧死、去年六十一。橋川家の墓所は、広島市南区向きように立つ。日本ロマン派批判除説、美の論理と政治の論理、日本ナショナリズムの源流、柳田国を、明治人とその時代、西郷隆盛、乃木伝説の思想、歴史意識の問題、歴史と世代、昭和超国家主義の諸葬、戦争体験論の意味、日本保守主義の体験と思想、 現代知識人の条件、近代日本と中国、対馬幻想業、除罰集、初期作品集、ナショナリズム、昭和維新史論、効果物語、水戸学の源流と成立、著作目録をくづけで文層としていることが多いが、日本近代文学大辞典では、文蔵。国会図書館も文蔵である。第一高等学校一覧昭和18年いたり、 昭和19年第一高等学校、1944年142ページ。日外アソシエーツ現代人物情報竹内洋 2011P97 潮流の時代、思想の科学1981年5月号竹内洋 2011P98 日外アソシエーツ現代人物情報日外アソシエーツ現代人物情報ありがとうございます。